はいさん、こんにちは。今回はアディアルエンジン UE4 を用いて昼夜サイクルの解説を行いたいと思います。任意の場所の地点の経度、移動を設定したり、日付を設定したりすることによって、その地点の太陽の動きを再現することができます。それでは早速解説の方をやっていきたいと思います。 ご支援者を紹介させていただきます当チャンネルは現在ご覧の方々にご支援していただいております大変感謝いたしております他にご支援していただける方がおられましたら概要欄のリンクからよろしくお願いいたします そしたらプラグインを使いますのでエディットプラグインですね3で検索してもらったら出てきますこのサンポジションカルクレーターをチェック入れて再起動してください再起動が終わったらここのビューオプションの小エンジンコンテントと小プラグインコンテントのチェックを入れてくださいそしたらここの検索のところで3で検索するとこのサンポジションコンテントがあるので その中の pp3 ポジションをこのレベル内に配置します。そうするとこのように変わったかと思います。もし変わらない場合は3ポジション使うときはまずディレクショナルライトが必要であとスカイスフィアプループリントっていうものがこれも必要になります。これデフォルトのサードパーソンテンプレートを使ってるんですけれどそれはもともと入ってるのでいいんですけれどもし消しちゃった場合とかですねその場合はここから スカイで検索してもらうと、この BP スカイスフィアがあるので、これをレベル内に置きます。あと、ディレクショナルライトは、ここのライトを押して、これですね。これをレベル内に配置します。で、配置したらですね、先のこの BP スカイスフィアを設置したら、このディテールの項目のディレクショナルライトアクターがあるので、ここにディレクショナルライトを設定します。 で、次に、で、先置いた BP3 ポジションですね。ここに、そのスカイスフィアですね。BP スカイスフィアを当てはめます。えそうすると使えるようになるかと思います。そしたら、この3ポジションを選択している状態で、右側に行くとロケーションがあります。そして、ここに値を入力すると、まあ、それぞれその地点での太陽の動きになります。上が緯度ですね。で、その下が経度になります。ちなみに、僕は大阪出身なので、南海の南波駅の移動は34度。 でバー駅の経度は135.5022なのでバー駅の地点を、まあ、例えば入れたとしますあと日本なのでタイムゾーンはプラスの9ですあとその下のデートに日付ですね2022年の、まあ、このこの動画は3月26日にアップする予定なので3月26日にします で、これは夏時間だと思います。で、夕方5時にアップする予定なので、まあ、17時にすると、こういう感じですね。こういう感じの明るさになります。ここまでがこの3ポジションの簡単な使い方になります。そしたら次は3ポジションをブループリントの方から変更していって、まあ、ダイナミックにこの太陽の動きを変えていきたいと思います。 そしたらレベルブループリントで作っていきたいと思うので、こいつを選択している状態で、この上のブループリントを押して、ここのオープンレベルブループリントを押します。で、こっから右クリックして、これで,ですね、クリエイトリファレンス2 BP3 ポジションを出します。で、次、イベントビギンプレイも出します。そしたらこっからですね、セットタイマー by イベントを出します。 で、イベントからワイヤー出して、ここのアドカスタムイベントを出します。好きな名前を書いてもらって、まあ、ここではもうこのまま行きます。まあ、今回は1秒に1回時間を変えていきたいと思うので、これを1にして、で、ループさせます。で、この BP3 ポジションのところから、セットアウアーを出します。で、これとこれを繋いで、このセットアワーをプロモートをさせておきます。これで、ここに値を入力すると時間が変わっていきます。 で、さらに、セットポジションから、アップデートで検索すると、アップデート3があるので、これを出します。で、次に、このアワーですね。これをゲットで出して、ププララススにします。これが実行されるたびに、このアワーの値が1ずつ上がっていきます。最初は1なので、ここで、最初は0なので、ここまで来ると1になります。で、もう1回実行されると2ですね。で、 24時間なので、24まで行くと0に戻したいので、このアワーからセレクトを出します。セレクトイントを出します。ここからですね、大なりイコールを出します。で、ピック a とこれをつないで、で、24にします。24に行くと値を0にしたいので、中央ですね。A を外します。これで24以上になると、ピック a A の値が選ばれます。つまり0ですね。 ゼロが選ばれて、その値をアワーに最大入すればいいので、こういう感じですね。これで、このイベントビギンプレイで、まあ、1秒ずつこれがループするので、1秒経つにつれて、時間が1時間ずつ上がっていきます。で、このままではまだダメで、これ太陽の動きがこう、動いていくので、ディレクションライトですね。このライトソース、これを選択して、ここの、えー、ムーバブルにします。で、そこまでできたらプレイしてみます。 そうすると、こういうふうに太陽が動いて明るさも変わっていったかと思います。こういう感じですね。まあ1秒ずつ、1時間ずつ変化していっています。で、これなんですけれど、まあどういうことかというと、このサンポジションは、サンポジションの中にこのアワーとアップデートがあるんですね。でそれにアクセスしているっていう感じになります。 さっきの3ポジションの中身見てみますと、これが中身で、で、ここのタイムのところに、アワーとミニッツとかセカンドとかあるので、ま、さっきアワーに与え入力したので、例えば分とか秒にアクセスしたかったら、さっきのところをセットアワーですね。セットあ、セットミニッツとかセットセカンドとかにしてもらったらいいです。あと同じように日付とかにもアクセスできます。もちろんロケーションにもアクセスできます。それらの それらにアクセスして、で、最終的に、このアップデート3ですね。これを実行しているというわけですね。これで更新されるというわけです。これがここのレベルブループリントのここでやった内容になります。 ここまでが太陽の動きで、今度はちょっとおまけなんですけれど、以前視聴者さんから質問をいただいて、この雲の動きとかですね、これの変更する方法も実はあります。それはまた同じように、その場合はこのスカイスフィアブループリントですね、BP スカイスフィアを選択すると、ここのデフォルトの項目にサンブライトネスとかクラウドスピードとかあるかと思います。この値を変更すると、雲を、雲の動きを速くしたりできます。 例えば、クラウドスピードを上げると、この雲の流れが速くなったかと思います。あと、このサンブライトネスっていうのは、この太陽のこの明るさみたいなやつですね。こういう感じ。こういう感じになります。で、これをもし、ブループリントの方から制御したい場合は、このスカイスフィアブループリントを選択している状態で、同じくブループリントに行って、右クリックのこれですね。スカイスフィアブループリントを出します。 で、まあ、例えば、この続きに書いたとして、え、ここからですね、え、セットパラメータを出します。このセットスカラーパラメータバリューオンマテリアルを出します。で、つなぎます。で、次、もう一回ですね、これをコピィーペイーします。で、つないで、ここのパラメータバリューの、ここのパラメータネームのところに、さっきのこれですね、クラウドスピードとサンブライトネスの名前を入力します。で、え、サンブライト トクラウドスピードですね。どこか。で、ここになんか値を入力していきます。まあ仮にこれとこれを直接結んだとします。で、プレイさせてみると、まあこういう感じで、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれど、まあ、雲のスピードも時間とともに速くなったりしています。 あと、太陽の明るさですね。これもちょっとわかりにくいですけれど、まあ、明るくなっていきます。ちなみにこれはどこにアクセスしているのかというと、戻ってもらって、この BP Sky Sphere ですこれを選択してもらうと、まあ、こういうのが出てくるかと思います。で、ここの Construction Script のここですね。これを押してもらうと、マテリアルに飛びます。で、これをオープンしますえ。そしたらですね、ここのパラメータデフォルトがあるので、 でここですね。ここにアクセスしてるんですね。場所はここですね。まあ、クラウドスピードはここにあります。ここにアクセスして、この値を書いているというわけですね。他のサンブライトネスとかも多分どっかにあるんだと思います。で、これらの値をブループリントの方からアクセスして、値を書いているというわけです、ね。というわけで今回は、昼夜サイクルについて解説を行いました。ご視聴ありがとうございました。